かせなさい。まんまとやられたわね。ええ、お姉様。あた千代の正体は死神カキ子だった。情報操作で私たちを誘導して VIP を守るアンチスキルを混乱させることが奴の狙いだったのよ。それで VIP の誰でしたっけ？市沢明子さん。そう、市沢明子。その人どうなっちゃったんですか？昨日私たちで保護しましたわ。念のためすぐに病院へ搬送しましたけれど。管轄がアンチスキルに移されたから私たちジャッジメントには詳しい情報は回ってこないんです。まあ私たちの行動を利用しての犯行だったわけですから、ジャッジメントが信用されなくても文句は言えないんですが。それにしては事情聴取も軽く済んだわね。あいつに犯行を許したのは私たちのせいだし、自宅謹慎くらいは覚悟してたんだけど。それはあたつ、いえ死神カキ子の方が一枚上手だったという認識だからでしょうね。くそ、騙されても仕方なかったですって。それも頭にくるわ。私たちがもう少し注意深ければこんなことにはならなかったのに。調査の結果、支部の通信機に外部へ通話を転送する仕掛けが見つかりました。外部への転送。連絡には支部の識別ナンバーが使われていましたから、疑いすらしませんでしたわ。加えてこっちの情報は筒抜けってわけか。だから詳しい警備状況も把握できたんだわ。それでもその装置を取り付けるために一度は支部へ潜入しなければならないはずですわ。支部のビルなんてジャッジメントだらけですのよ。厳重に監視されている支部ビルに一体どうやって入り込んだんですの？それについてもあの後の調査で分かっています。死神カキ子は正面玄関から入ってきてあたつ千代を名乗ったそうです。そしてその場にいたジャッジメントを呼び止めて通信室まで案内させています。支部の通信機が盗聴されている疑いがあると言って調査をしていったそうです。じゃあカキ子はその案内させたジャッジメントの目の前で堂々と通信機に細工したわけ？そういうことになりますね。データベースに登録されてたあたつ千代の写真って偽物だったんだよね？はい、特殊なメイクを施した認識プログラムでは読み込めない誰でもない顔の写真が登録されていました。支部に侵入した時偽物の顔だってバレると思わなかったのかな？本物のあたつ千代って有名人なんでしょ？あたつ千代さんとは関係の薄い学区の支部を選んでいたようです。ジャッジメント同士といっても学区が変わるとほとんど面識がないんです。全員の顔を覚えてるわけもないですし、データベースが改ざんされていたらなおさらです。そういったジャッジメントの横のつながりの弱さを狙われたんだと思います。緻密な計画とそれを実行に移す大胆な行動力か。強い執念を感じるわね。私がデータベースの改ざんにもっと早く気づいていればこんなことには。それこそ仕方がないことだわ。まさかデータベースが改ざんされているだなんて誰も思わないもの。アンチスキルが本腰入れて操作をするようになったっていうだけでも不幸中の幸いなんでしょうか？そうですね。学園都市全域にコードレッドが発令されたようですし。コードレッド？なんだか穏やかじゃない響きだけど。コードレッド下では基本的に学区をまたいでの移動に制限がかけられますの。それで街中があからさまに物々しい雰囲気になってるのか。お姉様、何を考えてらっしゃるんですの？市沢明子さんがさらわれた責任の一端は
私たちにもあると思わない？ですが、そうした私たちの行動が、あの方を危険にさらしたんですのよ。それは、死神カキ子の目的が何であれ、ただ愉快犯的に市沢さんをさらっておしまいじゃないでしょう。必ず先がある。それはそうかもしれませんが、あれは何か大きなことをやるための下準備なのよ。それを放ってはおけないわ。アンチスキルが調べてくれるならそれは構わないけど、手放しで結果を待っているだけってのは性に合わないし。でも市沢明子さんは今病院なんですよ。そうね。それに管轄は完全にアンチスキルへ移されましたから、もうジャッジメントの権限では話を聞くこともできません。それなら次の手を考えるだけよ。死神カキ子が何を考えていようが、あいつの正体を暴いてアンチスキルに突き出してやればいい。それでこれ以上の先を未然に防ぐことができる。ついてこいとは言わないわ。死神カキ子は陽動のためだけにすでに100発以上のロケット砲を持ち出してきた。この先にある本命はきっとあのレベルを超える。だから正直あんまり関わらない方がいいとも思う。待ってください。サテンさん、頭に来ているのはこっちも同じです。それに死神カキ子がこれ以上の事件を起こすかもしれないっていうなら、やっぱり放っておけません。失敗したら失敗したままおしまいなんてあんまりでしょ。ああ。敗者復活戦の資格ぐらい私たちにもくださいよ。ジャッジメントのデータベースの改ざんを見抜けなかったのは私のミスでもあるんです。だったら責任を美坂さんだけに押し付けるわけにはいきません。死神カキ子を止めるために私も協力させてください。ウィハルさんまで。はあ、全く仕方がありませんわね。現在進行中の事件があって、少しでも人手が欲しい状況なのですわよね。そこでジャッジメントという組織が丸ごと弾かれているのなら、いつものルールが通用する状況ではありませんわ。ここは不本意ながら学園都市を守るためにやり方を変えるしかないですわね。クロコ、危険なことになるのは間違いない。それは分かっているわね。カミキリムシや制裁指導なんて騒ぎじゃなくなるわよ。はい、分かってます。覚悟の上ですわ。分かったわ。よし、じゃあ死神カキ子相手の敗者復活戦始めますか。ウイハルさん、支部まで来てどうするの？死神カキ子がジャッジメントのデータベースを実際にどうやって改ざんしたかについて考えてみたんです。ウイハルらしいアプローチですわね。それで？ハッカーとしてある程度以上の技術が必要なのは当然なんですが、データが改ざんされた痕跡からかなりのマシンパワーが必要になることが推測されます。それこそスーパーコンピューターを使わないと不可能です。なるほど。その辺のパソコンからジャッジメントのデータベースにホイホイ侵入されたら困るもんね。そう考えた時にちょっと気になる噂があったのを思い出して。噂？まだ事件ってわけじゃないんです。いくつかの事件の捜査線上に浮かんだ情報。ううん、情報ってほどでもないんですけど。なんだかはっきりしないわね。黒いゲートウェイって噂知りません？初耳ですわ。何ですのそれ？ですね、最近大掛かりなハッキング事件がいくつか起きたんです。研究施設のサーバーから機密文書を抜き取るレベルで、ほとんどは愉快犯的なものなんですけどね。ただこれら一連のハッキング事件は実はある一つのゲートウェイから行われた可能性があるって話なんです。おお、なんだかスパイ映画みたいな話。
どこかに簡単にアクセスできるスーパーコンピューター級のサーバーがあって、そのサーバーを使えばどんなセキュリティでも突破できるって噂があるんです。それが黒いゲートウェイなの？そうです、マニアの間では黒いゲートウェイ探しが流行してるんです。その件に関してちょっと調べてたんですよ。まとめたファイルはどこだっけな、あった、これです。なんだか難しい言葉がいっぱい並んでて全然意味わかんないんだけど。それは不正アクセスされた時のファイアウォールのログです。この部分を見てください。力技で暗号化されたファイルを解読してるんです。それも極めて短時間で、こんな処理普通のパソコンでは絶対に無理です。つまりウイハルは死神カキコがその黒いゲートウェイを使ってるんじゃないかって疑ってるんだ。そうです。黒いゲートウェイね。確かにデータベースの情報を書き換えるのは一筋縄じゃいきそうにないか。ちょっとちょっとお姉様、ま、ウイハルもそんな都市伝説のような噂を信じますの？それがですね、私ネット上で見つけちゃったんです、黒いゲートウェイらしきサーバーを。おお、すごいじゃん。それ上には報告しましたの？いえ、怪しいってだけではっきりしてないんです。だからまだ報告はしてません。問題はそのサーバーを死神カキコが使ったのかって部分ね。内部のアクセスログにジャッジメントのデータベースへ接続した記録さえ見つかればはっきりします。アクセスログにはハッキングに用いたプロセスの ID も記録されているはずですからね。黒いゲートウェイ側のログと照らし合わせれば死神カキコが接続していた経路がわかるんですが、セキュリティが固くてアクセスログを閲覧できないんです。ん？その黒いゲートウェイってのは誰でも自由に使えちゃうんじゃなかったの？それは内部にアクセスできればの話ですよ。ではその黒いゲートウェイの利用者はどうやって内部にアクセスしてるんですの？おそらく特殊なバックドアが仕掛けられているんだと思います。バックドアって？ハッカーが仕掛ける通用口です。合言葉とかキーがあれば自由に出入りできるような。いろいろ調べてはみたんですが、どうも通常のやり口ではないらしくて、ポートの特定すら。ウイハルさんの腕前でも侵入は困難ってことか。別に私が黒いゲートウェイを使ってみたかったとかそういうことじゃなくて。まあまあ、その辺をうるさく言う気なんてないわ。そうね、通用口から入れないってんなら正面からアクセスしてみましょう。え、でも正規のアクセス経路はセキュリティが固くて。そうじゃなくて、もっと正面よ。物理的にそのサーバーが設置されている場所わかるんでしょ？え、あ、そうか、考えもしませんでした。そんなことわかるんですの？ IP アドレスさえわかれば普通に公開されてますよ。どこなの？その黒いゲートウェイらしきサーバーがあるのは。ちょっと待ってください。第18学区の長天蒸気学園です。長天蒸気学園？あの超名門の？ウイハルの調査能力を疑うわけじゃありませんけれど、学園都市でもトップクラスの教育機関の施設ですのよ。外部から自由にアクセスできるなんて、そんなずさんな管理をしているとは到底信じられませんの。でも私の調査結果では長天蒸気学園しかありえないんです。どうします、お姉様。とにかくその長天蒸気学園へ行ってみましょう。何かわかるかもしれないわ。なんかこう気持ちが張り詰めるみたいな感じがしますね。
今は町全体がそんな感じよね。ある程度事情を知っている私たちは特に感じるのかも。そういえばウィハル、その黒いゲートウェイとやらについて長天井気学園へは連絡しましたの？一応管理者宛にメールはしたんですけど、音沙汰なしですね。言いがかりだと思われたんですかね、それとも無視されたのかな。その黒いゲートウェイは今もハッカーに利用されてるんでしょ？だとしたら対応としてはずさんよね。黒いゲートウェイが本当にあるっていう可能性も一概に切り捨てられなくなりますね。死神カキコの足取りを追うのに他にヒントもないわ。とにかく長天蒸気学園に行ってみましょう。お姉さま、早速難関ですわ。難関って？第18学園の移動ですね。そうか、コードレッドが発令されてたんだっけ。あれ、学区間の移動ができなくなるってやつでしたよね。正式な書類でもあればいいんですけれど。ジャッジメントの腕章を見せれば通り抜けられないの？仕方ありませんわね。ええ、第18学区まで。そうです。では失礼いたしますの。思ったよりあっさり第18学区に入れましたね。ジャッジメントの腕章のご意向ってところね。死神カキコもこのジャッジメントの信用が目的でアタツチオを語ったのかもしれませんね。確かにコードレッド下でもここまで自由に動けるんだものね。それにしても学区をまたいだ途端にガラッと風景が変わるもんなんですね。きちんとしすぎててなんだか変な感じです。整然としてるのが気になるんでしょうか。道路の幅は均一だし、建物のデザインまでしっかり統一されてるみたいな感じね。定規で測ったみたいな整い方ですわね。生活感がないというか。人が歩いてなかったらちょっと怖いかもしれません。おもちゃの街みたい。どこが自分の部屋だったのか分かんなくならないのかな。合理的かもしれないけれど、住む人間の心には優しくなさそうな感じね。大人たちにとっては理想郷なのでしょう。でもここに押し込まれる子供たちにとってはまるで監獄ですわ。慣れれば気にならないんでしょうけど、それも味気ない気がするわね。あ、見えてきたわ。あれが長天井気学園ね。とりあえず門の前まで行ってみましょう。おお、ここが名門と名高い超エリート校、長天井気学園ですか。吹奏楽の演奏が聞こえますね。部活の練習か何かでしょうか。夏休みだというのに賑やかですわね。どうも授業参観日みたいですよ。コードレッドが発令されてるのに。軽々しく予定を変更できないんじゃないですかね。父兄はほとんど学園都市の外から来てるんでしょうし、また別の日にってのも難しいんじゃ。それもそうか、学区内の移動に制限はないわけだしね。お姉さま、長天井気学園の学園案内パンフレットをいただきましたわ。見せてもらえる？各施設の案内とかを携帯に読み込ませられるんだ。一応入力しておくか。それにしても肩すかしだな。なんていうか、まあ普通ですよね。黒いゲートウェイなんて言うから悪の研究機関みたいなのを想像してたんですけど。一応は普通の学校ですし。でも能力開発の施設はすごいみたい。パンフレットに長ったらしく書いてあるわ。
常盤台もすごいですけど、長天井気学園もすごいな。憧れちゃいます。施設を紹介してるパンフレットだけでも何時間だって見てられますよ。ちなみに常盤台中学の施設はどんな感じなんですか？うちはここまで研究関係に特化してない感じかな。ねえ黒子。常盤台は能力のみならず礼儀作法を含めた総合教育に力を注いでおりますから。うわー、私には想像もつかない世界です。とにかく設備にはお金をかけてるぞっていう意気込みは伝わってくるパンフレットだね。ほら、最新鋭の情報教育を施すために国内でも最大級のサーバーをご用意しています。だってそれが黒いゲートウェイなんですかね。それは調べてみないとわかりませんが、長天井気学園の中を見学できるようですわね。見学できるんですか？どうします？受付はあちらのようですの。まずは正面からアタックしてみましょうか。受付へ行くわよ。当学園の見学希望ですか？ええ、高学のためにも長天井気学園の施設を拝見したいと思いまして、友達と一緒にこれからこちらの施設を見学してもよろしいでしょうか？見学のご予約を確認いたしますので、アポイントナンバーを端末に入力していただけますか？え？アポイントナンバー？見学コースを申し込みいただいた時に発行している予約番号ですが。ああ、はいはい、アポイントナンバーですね。ちょっとお待ってください。お姉さま、いつの間にアポイントなんて取っていらっしゃったんですの？んなもんあるわけないでしょうが。ではどうするんですの？なんとかするしかないでしょ。やってみるわ。私の能力で端末に侵入して予約をねじ込むか、それとも誰かの予約を乗っ取るかね。とにかくまずは端末に侵入を。あれ、お姉さま、セキュリティが固くて端末に侵入できないのよ。設備にお金をかけてるって豪語するだけはあるわね。安心してる場合じゃありませんわ。どうするんですの？お伺いしたアポイントナンバーを入力したんですけど、エラーが出ちゃって。でしたら入力されたアポイントナンバーは登録されていないということになります。申し訳ありませんが、本日の見学は受け付けられません。そこをなんとか。改めてアポイントメントをお取りになってからご来園ください。でも私たち今日しか時間がないんです。なんとか見学させてもらえませんか？受付できませんので。お姉さま、このままでは長天井気学園の中に入ることができなくなってしまいますわ。でもこれじゃどうしようも。あの、すみません、ちょっといいですか？あ、サデンさん、こっちは確かに予約を取って、何でしたっけ、そのなんとかナンバーを入力してるんです。そちらの登録ミスとか考えられないんですか？もしかして有力者から紹介された人を優先して見学させたいから私たちが弾き出されたとか？あの、そのようなことは決して。だったら見学させてくれたっていいじゃないですか。どうしてダメなんですか？見学を許可できない理由が私たちにないんなら、そっちの方に理由があるってことになりますよ。さては、絶対に見せられないものが校舎の中にあるんじゃないですか？どうしましょう、美坂さん、事件の匂いがします。みんなを呼んできましょうか。少々お待ちください。引っ込みましたわね。登録漏れのチェックをしてるのか、それとも上司に判断でも仰いでるのか、
私たちのような中学生を相手にそこまで慎重な対応を取らなくてもいいでしょうに。突っぱねられたらネットに噂を流してやるとか、とことん粘ってやろうと思ってたんだけどな。ともあれ、これであちらがどう出るか。お待たせして申し訳ありませんでした。今回は私どものミスということで、急遽見学コースの枠をご用意いたしました。お？ですので、この度のミスについてはなるべくご内密に願えれば。いいえ、見学させてもらえるなら何の問題もありませんよ。ねえ、美坂さん。そうね、ありがとうございます。それじゃあ行きましょうか。あ、ちょっとお待ちください。すぐにご案内したいのは山々なのですが、見学コースは付き添いが必要になるんです。さすがに監視付きか。わかりました、よろしくお願いします。では守衛を呼びますので少々お待ちください。サテンさんのおかげでなんとかなりそうね。ここで門前払いされたら死神カキコの足取りが途絶えちゃいますからね。そう思ったらなんとかしなくちゃって。本当に許可が出たのには驚きましたけど。それにしても遅いですね。守衛さんはいつになったら来るんでしょうか。もうかれこれ15分は待たされていますわね。すみません、守衛さんっていつ来るんですか。あ、すみません、守衛室へ連絡は入れたのですが、向こうも手が離せない状況のようでして。私たちあまり時間がないんですけど。こちらが見学コースの申請書類になっておりますので、守衛室までお持ちいただければ。そのまま見学できます。それはもう、はい。だってさ。では早速守衛室へと向かいましょう。何？何かあったんでしょうか。なんだろう、大人が集まってますよ。ここは長天上記学園の裏門よね。ええ、間違いありませんわ。何の騒ぎだろう。おい、コードレッドってのは何なんだ。聞いてないぞ。予定が狂いっぱなしなんだよ。どうしてくれるんだ。そう言われましても。こんなところまで呼びつけておいて、まさか責任を取らないつもりなのか。責任者を出せ。いるんだろ、出せよ。あいつに土下座させろ。なんかトラブってるみたいですね。お姉さま、連中の服装のセンスわかります？服装のセンス、言われてみればあれ学園都市のものじゃないわね。明らかに外のブランドだわ。ってことは授業参観で町へやってきたものの、そこでコードレッドが発令しちゃったんですね。学区の外へ出られなくなった、どうしてくれるんだ的なクレームなんですかね。でもコードレッドは長天上記学園のせいじゃありませんよ。そんなの文句をつけてる連中だって分かってるでしょ。ただ守衛さんも相手が保護者じゃ無限にできない、そこまで分かってやってるんでしょうね。そんな。あ、また始まりました。どう落とし前をつけてくれるんだ。裁判所に持ち込んでもいいんだぞ。そうなったらお前が責任を取れるのか。いえ、それは困ります。だったらどうすればいいかわかるだろう。土下座だよ、土下座。言われなくちゃわからんのか。どうも申し訳ありませんでした。うわぁ、なんか気分悪いですね。いくらなんでもあんまりです。子供がかわいそうに思えるほどのダメ親ね。あれ、言うだけ言ったらあっさり立ち去るみたいですよ。
ストレス解消できればそれでいいんじゃありませんの？それよりどうしましょう。見学コースで長天井気学園内に入るのなら、守衛さんに声をかけなくてはいけませんわね。ああ、そうね。そのつもりでここまで来たんだもんね。お待ちくださいまし、お姉さま。無断で侵入するという手段もありますわよ。無断で？守衛さんの監視付きの見学コースともなれば、行動の自由度は制限されますの。判断はお姉さまにお任せいたします。確かに黒子の言う通りだけど、できればことを荒立てたくないのよね。決めたわ。やっぱり見学コースで中に入りましょう。正規のルートで中へ入る手段があるのに、わざわざ危険を冒す必要もないわ。なるほど、お姉さまのおっしゃる通りですわね。とはいえ、さっきの今じゃちょっと守衛さんに声をかけづらいですね。あの、守衛さんには私から話させてもらえませんか？え、いいけど、どうしたの？見学コースのお話をしなくちゃいけないのはもちろんですけど、せめて一声かけてあげたいです。わかったわ、ウイハルさんに任せるわね。それにしてもウイハルはさすが癒し系だね。お姉さんは感動しちゃったよ。そんなことないですよ。っていうか、サテンさんは同級生じゃないですか。でもウイハルさんは本当に優しいわね。美坂さん、頭を撫でないでください。ちょっと恥ずかしいです。その手があったんですのね。お姉さま、私も守衛さんがかわいそうだと思いますの。はいはい、どさくさに紛れて抱きつかない。あんたの魂胆はお見通しよ。これはなでなでではなくてアイアンクローですの。相変わらずの鉄壁のガードですの。でもそれでこそ落としがいがありますわ。アホやってないで、守衛さんのところへ行くわよ。やれやれ。ようやく落ち着いたようですわね。守衛さん、ぐったりしてますね。かわいそう。そりゃあ、あんな連中の相手をしてたらぐったりもするって。ああいうのが親だと子供も苦労しそうですわね。名門の長天井気学園の保護者があんなだったのにはちょっとびっくりしました。確かに、あれはちょっと引くわね。常盤台も名門ですけど、保護者ってあんな感じなんですか？サテンさん、それはあまりにも失礼というものですわ。常盤台の保護者ということは、つまりお姉さまのご両親も含まれますのよ。あんたのご両親も含まれるけどね。常盤台の保護者さんか。すっごいゴージャスなセレブとかを想像しちゃいますね。いや、うちの親は案外普通よ。え、そうなんですか？お姉さまの言う普通は一般人には当てはまりませんの。いやいや、ほんと普通だって。ちょっとフレンドリーすぎるかなって思う時もあるけどね。ほほ、それで？なんであんたがうちの親のことを気にするのよ。もちろん。お姉さまのご両親なら私にとってビップも同然。お姉さまのご両親にお会いした際のシミュレートも済んでいますの。黒子の全身全霊をもって一切の粗相などなきように振る舞わなくてはなりません。そうそう、お姉さまのパートナーとしての活躍も見せなくてはいけませんわね。お姉さまとの愛のコンビネーションをご両親にしかとアピールしなくては。せんでいい。あっ、痛い。お姉さまの愛のムチが痛いですわ。それ以上喋ると今度は砂鉄のムチが飛ぶわよ。お姉さまがそれを望むのなら、黒子はその愛に耐えてみせますわ。今日はしぶといわね。まあまあ、お二人ともその辺で。
それよりも早く守衛さんに会いに行きましょう。そうね、うるさい連中もいなくなったし、声をかけるなら今ね。失礼します。おや、君たちは一体。うちの生徒じゃないね。長天上記学園へ見学に来たものですの。受付の方からも書類を預かっておりますわ。受付の方から連絡が来てませんか？これがその書類です。ん？見学だって？ええ、受付の方が特別に許可を出してくださったんです。まったく、この忙しい時に。いや、すまない。君たちを責めてるんじゃないんだ。さっきもすごい騒ぎがありましたよね。おっと、見られていたのか。いや、飛んだところを見られちゃったな。あんな人たちの対応までしなくちゃならないなんて大変ですね。子供たちの方が気遣ってくれるとは。さっきの人たち、ここの生徒の保護者なんですよね。仕事とはいえ、何かにつけて苦情を持ち込まれて対応しきれなくてね。あいつらの相手を一人でさせられたらたまったもんじゃないでしょうね。あの守衛さんのお気持ちよくわかります。お嬢さんがかい？こう見えてもジャッジメントなんです。苦情の処理も仕事のうちですし。ほう、お嬢さんはジャッジメントだったのか。君みたいなおとなしそうな子だといろいろと大変だろうね。でもやりがいがある仕事なんで頑張れてる感じです。そうか。嫌なことや辛いことも多いですけど、誰かの笑顔が見られたら疲れなんて感じないんです。そういえば見学希望だったね。私でよければ案内させてもらうよ。本当ですか？助かりますの。ありがとうございます。案内も仕事のうちだよ。それにさっきのとは違って楽しい仕事だ。本当にありがとうございます。お忙しいのに。それじゃあ行こうか。お願いします。はあ、広くて綺麗な廊下ですね。ゴミ一つ落ちてませんよ。今日は参観日だからね。いつも以上に念入りに掃除しているんだ。確かに、あの保護者たちに埃の一つでも見つかったら大変なことになりそう。いや、私は決してそんなつもりで言ったわけじゃなくて。綺麗なのもすごいですけど、物音一つ聞こえませんね。今は授業中のはずなのに。各教室が全て防音仕様になっているんだ。生徒の集中を乱さないように。騒音は入れないし漏らさない。その割には正門の前では吹奏楽の演奏が聞こえていたようですけど。ああ、校歌の演奏のことか。あれは校舎の外で演奏してるんだよ。授業参観に来た父兄にも聞こえるようにね。秋の大発生祭に向けた練習も兼ねて、決まった時間にずっと外で練習してるんだ。窓を閉め切ってしまえば、ほら、全く聞こえないだろう。確かに聞こえませんわね。お、美坂さん、廊下の隅に怪しげなボックスがありますよ。あれは何でしょう？あ、その中には消火器が入っているんだ。非常時以外にむやみに開けると警報ベルが鳴るから絶対に触らないでくれ。消火器ボックスを開けただけで警報が鳴るって、なんかちょっと大げさのような。大げさ？とんでもない。
ここの設備は高価なものばかりだし、万が一火事で生徒に怪我人でも出たら大変なことになる。この扉にたくさんボタンがついているのは何ですの？それも勝手に触らないように頼むよ。さっき渡したゲスト用の ID カードがあれば、触らなくてもドアは開くようになっているから、逆に開かないドアがあったら、その先は立ち入り禁止ということだ。長天井気学園のセキュリティはかなり慎重かつ厳重なもののようですね。その通り。何しろうちの最新セキュリティは軍事施設にも引けを取らないと言われているからね。詳細は教えられないけど、学園内で学生たちが不審なことをすればすぐにバレてしまう。やっぱり長天井気学園ってすごいんですね。でもずっとここにいると息が詰まっちゃいそうだな。私も同感ですわ。ざっと周りを見ただけでも5機の監視カメラが私たちにピントを合わせてますもの。まずは教室を見て回ろうか。分かってると思うけど、死後は慎むように。はい、よろしくお願いします。あとは学食を回れば見学コースは終わりだ。え、サーバールームは見学コースに入っていませんの？そこは見学できないよ。え、どうしてですか？生徒が直接サーバールームに行くことはないからね。そのあたりの汎用端末でこと足りる。私たちどうしてもサーバールームを見学したいんです。どうにかして見学ルートを変更してもらえませんか？それは無理だと思うな。保護者も入れたことがないくらいだから。さて、それじゃあ学食に。ウイハルさん、そこにある汎用端末からメインフレームにアクセスできる？それってここからハッキング？声が大きいですわウイハル。確かに仕掛けるのなら今しかありません。このままでは何もしないまま見学コースが終わってしまいますの。でも汎用端末からゲスト ID じゃどうにもしようがないですよ。難しいのは分かってる。でも最後のチャンスなのよ。失敗を恐れて何もしないよりマシだわ。わかりました。やってみます。守衛さんの目はできるだけ私が引きつけますから、その間に何とかお願いしますわよ。では。なんだ今の物音は。さあ何でしょう。万が一のことがあるかもしれません。確認した方がよろしいのでは。そうだな。君たちはここで待っていてくれ。クロコ、あんた何したの？階段の上に椅子と机を積み上げて思いっきり蹴り倒してきましたの。うわ、それちょっと楽しそうかも。それよりアクセスログの方はどうなんですの？やってます。やってるんですけど、ポートマッピングをスキャンしてコネクション確立しました。アクセスログを私の携帯端末にコピーします。あ、守衛さんが戻ってくる。30、40、50%。ああ、もうファイルが大きい。もっと早くなりませんの？これで精一杯です。70、80、90%。お願い、あと少し。待たせてしまってすまないね。誰のいたずらなのか知らないが、机が階段から転げ落ちたようなんだ。あ、君は何をしてるんだね？いえ、何もしてません。何もしてませんよ。下手にその辺を触らないでおくれよ。たちまち警報が鳴り響くことになるからね。はい。ウイハル、どう？うまくいった？アクセスログのコピー完了しました。
さすがはウィハルですわ。あとはこれを持ち出して外でゆっくり解析すれば死神カキコの足取りがわかるかもしれません。なんだ何が起きた。そんな転送したのはダミーファイル。ファイアウォールを突破できてないなんて。どうなったの。すみません、失敗してしまいました。コネクションを監視されてたみたいです。これでいいのよ。お姉様、何をのんきにおっしゃってるんですの。はい、はい、わかりました。直ちに4人を拘束します。君たち、一体何をしたんだ。あの、なんていうか、ごめんなさい。申し訳ないが、君たちを拘束させてもらう。おとなしくしなさい。お姉様、言う通りにしましょう。後で痛い目を見るのはあっちなんだから。え？それじゃあ一緒に来てもらおうか。閉じ込められちゃいましたけど、誰も来ませんね。守衛さんは責任者が来ると言ってましたが。すみません、私が失敗したばっかりにこんなことになっちゃって。ウィハルさんのせいじゃないわよ。あんな端末から何の権限もなしにアクセスログを開くなんてできるわけないもの。じゃあ美坂さんは最初から失敗すると思ってたんですか。うまくいけば言ったでいいし、失敗したならそれはそれで狙い通りって感じかな。え、それってどういう。誰か来ましたよ。君たちですか。騒ぎを起こしたのは。あなたがサーバー関連の責任者。受付でこちらの手違いだのなんだのとクレームをねじ込んだ上にこんな騒ぎを起こすとは。これでは私の管理責任が問われてしまう。もう一度聞くわ。あなたが責任者なのね。そうです。アンチスキルに引き渡す前に言っておきたいことはありますか。ようやく顔を合わせることができたわね。あんな騒ぎを起こした甲斐があったわ。美坂さん、じゃあこれってわざと。そういうこと。自分の立場が分かっているんですか。このままアンチスキルに突き出してもいいんですよ。それは私たちの話を聞いてからでも遅くないと思いますよ。一応聞いておきましょう。ウィハルさん、黒いゲートウェイの話をこの人にしてあげてくれる。わかりました。ハッカーたちの間で黒いゲートウェイって呼ばれているサーバーがあるんです。そのサーバーにはバックドアが仕掛けられていて、外部から自由にアクセスできるんです。最近連続して起きている大規模なハッキング事件に黒いゲートウェイが使われている疑いがあります。もうちょっと簡単に説明してくれませんかね。その黒いゲートウェイがうちの学園のサーバーだとでも。私はそう思っています。遅かれ早かれアンチスキルも私と同じ結論にたどり着くはずです。ありがとう、ウィハルさん。あとは私が引き継ぐわ。長天蒸気学園のサーバーを使ってジャッジメントのデータベースの改ざんが行われた疑いがあります。バカな。ジャッジメントのデータベースですって。ありえない。私たちはそれを確認しに来たんです。アクセスログを調べる許可をもらえませんか。そんな許可は出せません。長天蒸気学園のサーバーがジャッジメントのデータベースの書き換えに使われたのが事実だった場合。事実だった場合、どうだと言うんですか。その事実を長天蒸気学園が知った上で放置していたとなれば、犯罪の幇助が成立しますわ。幇助ですって。そんなものは言いがかりです。アクセスログのチェックとかはしてないんですか。
毎日膨大なログが記録されているんです。それに不正アクセスはシステムがチェックしていますからね、いちいち確認する必要はありません。ですからそのチェックをすり抜ける穴があるんですよ。ちょっと待ってください。もしも、もしもですよ、本当にうちのサーバーが犯罪行為に使われていたとしたらどうなるんですか？先ほども申し上げた通り、事実を知った上で放置を続ければ犯罪の幇助とみなされます。知らなかったというのなら過失ということになりますわね。過失なら微罪ですから、調査に協力すれば帳消しになるかもしれませんけれど、それとも犯罪の幇助の疑いがあるとして隅から隅まで徹底的に調べ上げられた方がよろしくて。私たちをこのままアンチスキルに突き出すっていうならそれは仕方ないことだと思いますけど、そしたらどうしてこんなことをしたのかアンチスキルに話さなくちゃならないですよね。ジャッジメントのデータベースが改ざんされた痕跡に長天蒸気学園の IP が記録されているんです。ジャッジメントのデータベースのログは公的な記録ですから証拠能力がありますよ。わかった。アクセスログの閲覧を認めます。ただしアクセスログだけですよ。他のファイルには一切手を触れないでください。もちろん分かってます。私の ID とそこの端末を使いなさい。ウイハルさん、お願い。はい、ルート権限さえもらえればアクセスログなんてすぐに。あれ、なんか真っ赤なウィンドウがいっぱい表示されてるけど、あれあれ、こんなはずじゃ。だってログを呼び出しただけですよ。どうなってるんだね。こんな画面は見たことがないが。キルできないデーモンがどんどん立ち上がってます。ハードエラー、なんで。ウイハルさん、危ない。すぐに端末から離れて。間に合わない。ごめんね、ウイハルさん。なんだ、端末が爆発した。一体何が起きたんですか。ウイハル、大丈夫？ミサカさんが椅子ごと引き倒してくれたおかげでお尻を打っただけで済みました。はあ、よかったわ。端末内部の電圧が急激に高まったからまずいと思って思わず体が動いちゃったけど、まさか端末が爆発するとは思いませんでしたわ。これは一体どういうことですか。何をしたんです。サーバールームで火災が発生しました。何ですって。記憶装置用の電気二重層キャパシタが何らかの原因で加熱して爆発したようです。早く消火を急ぎなさい。それとこの件についてはオレンジレベルの観光令を敷きます。いいですね。おそらくロジックボムです。ロジックボム、爆弾ですの？コンピューターウイルスの一種です。アクセスログの特定のレコードを参照したときに起動するように設定されていたんだと思います。コンピューターウイルスってプログラムだよね。それで爆発なんて起こせるの？おそらく無停電電源のバッテリー管理プログラムを書き換えたんだと思います。同じ方法でアクセスログを閲覧した端末まで。アクセスログはどうなったの？残念ですが記録用ディスクとともに破壊されてしまったかと。では不正アクセスの証拠はなくなってしまったと、そういうことですね。なるほど、なるほど。ただ黒いゲートウェイの正体は間違いなく長天蒸気学園のサーバーよ。でなきゃこんな仕掛けまでしてアクセスログを隠蔽する理由がないもの。
メインフレームを直接調べさせてください。何か他に痕跡を見つけられるかもしれません。何を言ってるんですか。サーバールームはまだ火の手が収まっていないんです。大体爆発してしまったディスクから何を読み取れるというんですか。基盤のキャッシュメモリを調べればウェアレベリング前の生データが残っているかも。ふっ、まだ分かっていないようですね。調査を許可する理由はないと言ってるんです。ジャッジメントのサーバーにはここの IP アドレスが記録されています。君が証拠だと振りかざしているのは改ざんされたデータベースの記録ではないですか。え、それはアクセスされた方とアクセスした方のログを照らし合わせて初めて不正アクセスの証拠になる。君たちはそれを確認しに来たのでしょ。しかし一方はすでに存在せず、もう一方も信用できない記録となれば証拠能力などあるはずもない。違いますか。シュエ、この子供たちをすぐにつまみ出しなさい。え、そんな、調査はまだ。証拠がないことさえ分かれば、あとはこちらで処理をしますよ。それともアンチスキルを直接ここへ呼びますか。こちらとしては何を言われても構いませんが。汚いわよ。困るんですよ、問題が起きるのは。逆に言えば発覚しなければ問題ではないんです。おとなしくしなさい。見学の時間は終わりです。まっすぐ家へお帰りなさい。どのみちアクセスログは消えちゃったんだし、ここで粘る必要はもうないか。一度外に出た方が良さそうね。何をしたか知らないけど、あまり騒ぎを起こさないでくれると助かるんだがね。ごめんなさい。ただでさえ今日は忙しいんだ。まったく余計な仕事を増やさないでくれ。悪いことは言わない。主任さんをこれ以上怒らせないことだ。怒っているのはこちらですわ。証拠が残っていないと分かった途端に私たちを追い出すような真似をするなんて。まあまあ、それを守衛さんに言ってもどうにもならないわ。それはそうですけど、納得いきませんの。知っての通り、今日は授業参観日なんだ。教職員もみんなピリピリしていてね、あまり目につくようだと本当にアンチスキルを呼ばなくちゃならなくなる。はい、すみませんでした。気をつけます。あ、なんだ。はい、守衛室です。ああ、はい、そうですか、わかりました。すぐに片付けます。すごく派手な音がしましたけど、何かあったんですか。ああ、運動部の生徒か誰かがガラスを割ってしまったようだ。保護者たちが騒ぎ出す前に片付けなくては。そんなことまで守衛さんのお仕事なんですか。大変ですね。今日は授業参観日でみんな忙しいんだ。これくらいは仕方がない。私は行かなくちゃならないが、君たちはすぐに学園の敷地から出て行ってくれ。わかったね。そりゃもう、はい。じゃあ失礼するよ。ようやく解放されましたわね。あの守衛さん、さっきの爆発事故のこと知らないみたいでしたね。あの主任って人が教えなかったんでしょ。学園の方も特に騒ぎになってないみたいね。吹奏楽の演奏も続いているようですし、授業参観が中止された様子もありませんの。大した防音設備ですこと。あの爆発も誰一人として気づいてないようですわ。
ってウィハル、携帯なんて出してどこにかけてるんですの？え、一応コノリ先輩に報告しておこうと思って。ちょっとお待ちなさいウィハル。なんですか白井さん、電話できないじゃないですか。いいこと、さっきの件はまだ公になってないんですのよ。あのことなかれ主義の主任だってどうせ握りつぶすに決まってますのに、わざわざ揉め事を起こしたなんて報告する必要があるとは思えませんの。でも万が一後から小則先輩が知ったらお説教じゃ済まないと思いますけど。あ、それは確かに。あ、小則先輩ですか。お疲れ様です、ウィハルです。あれ、今駅ですか。ちょっと報告したいことがあって。はい。白井さん、ウィハルを止めるなら今ですよ。私もあの主任、今回のことは誰にも言わないと思いますけどね。万が一ですわよ。操作ミスを報告せずごまかそうとしたなんてことが知れたらどうなるか分かっておっしゃってるの、サテンさん。いや、知らないですけど、どうなるんですか。特訓ですわ。別にいいじゃない、ジャッジメントだもの。訓練くらいあって当然でしょ。訓練ではありません、特訓ですの。特訓と書いて生き地獄と読むのですわ。あんな思いは二度としたくありませんの。コノリ先輩ってそんなに怖いのか。優しそうなお姉さんに見えるけど。報告終わりました。とりあえず戻ったら詳細な報告書を提出するってことで。ウィハルさんはケロッとしてるのね。コノリ先輩ですか。別に後ろめたいことを隠したりしなければそんなに怒ったりしませんよ。あの方に隠し事なんて無意味なのですわ。白井さんは特に分かりやすいですからね。ところでウィハル、さっきどうしてコノリ先輩が駅にいるって分かったんだい。ああ、あれは駅のアナウンスが後ろで聞こえてただけです。そっか。どうしたのサテンさん。犯人は支部のデスクから電話をしてるふりをして、実際は外から通話を転送してたんですよね。あの犯人との電話中にそういう場所がわかるような音ってあったかなと思いまして。ウィハル、サテンさん、それですよ。白井さん、犯人との通話記録って残してますか。ええ、まだあるはずですわ。今そちらに転送しますわね。で、あら、どう操作すればいいんでしたかしら。白井さんの携帯貸してもらえますか。任せますわ。へえ、通話の録音なんて残してるんですか。たまたまなのですけれどもね。アタツチオを名乗る人物と組んでの調査は初めてでしたから、聞き逃しなどがないように一応録音していたんですの。通話記録を呼び出せないんじゃ録音もあんまり意味がないと思うけど。データの転送終わりました。チェックしてみましょう。それじゃあ早速だけど、第7学区のインターネット喫茶サバンナに行ってもらえる。別に何も聞こえないわね。他の通話記録も調べてみましょう。やっぱり何も聞こえないね。犯人もさすがにそこまでのヒントを残してはくれないか。あの、これっておかしくありませんか。おかしいって何が。屋内でも屋外でも普通電話をしてたら周囲の音くらい入ると思うんです。それが場所を特定できるようなものじゃなくても、人の話し声とかドアを開け閉めする音とか。言われてみれば完全に無音というのも妙かもしれませんけど、足がつくのを恐れて音のしない場所から通話していたという可能性もあるでしょう。ちょっと待ってください。犯人は
エンバイロメンタルサウンドキャンセラーを使っていたのかもしれません。エンバイ…何？携帯電話に挿すことで周囲の音を相手側に聞こえないようにするという装置ですわね。最近地下マーケットで出回っていて犯罪に利用されていると聞きましたが。はい、それです。犯人は自分が支部にいると偽るために使用したんだと思います。あれって周囲の環境音と逆位相の音声データを計算してデジタル処理で重ねてるんですよ。その重ねた波形を取り出せれば消された騒音を復元できるかもしれません。試してみます。やっぱり加工された痕跡がありますね。消された音だけ取り出してみます。そんなこともできるんだ。このくらいの音声加工なら今はフリーのソフトでも簡単にできますよ。ん？音楽みたいなのが流れてるのかな。何の曲だろうこれ。音量を上げてみます。これでどうでしょう。今度はかなりはっきりと聞こえますの。うわあ、ダメだ。クラシックとかオーケストラって私全然わかんないですもん。このフレーズどこかで聞いたような気がするんだけど。私もですわ。それにしても周りがうるさいですわね。ああ、これは長天井気学園の校歌ですね。大破生祭が近いから吹奏楽部が校舎の外で練習してるって守衛さんが言ってましたし。通話記録の再生と微妙に音色が重なって聞き取りづらいのよね。音色もそっくりだしメロディーもなんだか似てて、もうどっちがどっちなんだか。あれ？ちょっと待ってください。これって似てるんじゃなくて同じ曲、長天井気学園の校歌ですわ。それって犯人が長天井気学園の近くから通話してたってことですか？長天井気学園の校歌なんてそうそう他の場所で流れてるものじゃないと思うし、サテンさんの言う通りあの時犯人はこの辺りにいたんだわ。あの美坂さん。何？この付近で音声データを取って比較すれば犯人が通話していた場所を絞り込めるかもしれません。本当？多分持ってきている道具でなんとかなるかと。おお、すごいぞウイハル。高度レートで移動が難しいと思って一通りの機材を持ってきてるんです。ロジックボムでアクセスログを消されて犯人にたどり着く糸が切れたと思ったけど、まだ諦めるのは早いみたいね。意外なところにほころびを見つけましたわね。こちらの糸は何としても手放せませんの。クロコの言う通りだわ。吹奏楽部の練習が終わらないうちに音のサンプルを集めましょう。どこから当たってみるのがいいと思う？耳で聞く分にはそれほど遠くまで届いていない感じですけど、おかげで調べる範囲は狭くて済みそうですね。手っ取り早くサンプルを採取できそうなのは校庭だと思いますけど。校庭？どうして？お忘れになったんですの。私たちはこの学園ではお尋ね者なんですのよ。そうか、サンプルを集める前に見つかるのは避けたいところね。校庭なら人も多いし、正門から紛れて入っちゃえばすぐ目の前ですもんね。そういうことですわ。分かったわ。まずは校庭に行ってみましょう。思ってたよりも人が多いですね。活気があっていいことです。割と賑やかだけど、どう？ウィハルさん、サンプルは取れそう？大丈夫だと思います。すぐに始めますね。お願いするわ。早いところ必要なサンプルを集めてしまいたいですわね。そうね、吹奏楽部もいつまで練習してるのかわからないし。それもそうですけれど、
犯人の足取りを追うのなら1秒でも早い方がいいですわ。私たちがこうしている間にも犯人は次の計画を着々と進めているかもしれませんのよ。何ですの？あんたいつもそういう表情してればかっこいいのになって思って。かっこいい？お姉様が私のことをかっこいいと？いや、今のその顔は全然かっこよくない。私たちが こうしている間にもこの表情ですの？これですの？やり直さなくてもいいってば。顔が近い、暑苦しい。もう、いざ再現しようとすると難しいですわね。お待たせしました。データの収集終わりました。次はどうしますの？校庭から中庭へ行けるみたいね。そこでサンプルを取ってみない？いいですね、中庭。エレガントな響きです。そう？エレガントかな、中庭。エレガントかどうかはともかく、とにかく中庭へ向かいませんこと？そうね、そうしましょう。はい、中庭到着。誰もいませんわね。ええ、生徒の一人くらいいても良さそうな場所なのに全く見当たらないわね。今は授業参観の真っ最中ですしね。お昼時ならここでランチなんてのもありなんでしょうけど。音声データ取り始めます。あ、静かにしてた方がいい？普通に話すくらいなら問題ないですよ。むしろ基準となる音量がはっきりするし、何か話しててもらった方が助かるかもです。何か話せって言われるとなかなか急には出てこないな。何でもいいですよ。これまでのところどんな感じなの？サンプルは順調に集まっています。なんていうか惜しい感じですね。惜しいというのはどういうことですの？聞こえてくる吹奏楽の音量がちょっと大きすぎるんですよ。犯人が通話していたのはもっと遠く、おそらく学園の敷地外じゃないかと。じゃあこの中庭の音声サンプルは必要ないのではありませんの？いえ、距離はともかく方角を特定するための基準にはなりますから無駄ではないんです。理想を言えば音の発生源から同心円状のポイントでサンプルを採取したいんですけどね。立地上そうもいきませんし、私の方で補正をかけながら解析するしかないです。科学操作って言ってもその辺は経験っていうか職人芸って感じなんだね。でもさっきも言いましたけど、いい感じでサンプルは取れていると思います。惜しいって言ったのはそういう意味です。いつまで吹奏楽部が練習するかはわからないけど、サンプルを採取できる時間は限られているわ。それまでになるべくたくさんの場所でサンプルを取っておきたいわね。データの採取完了しました。おお、何が完了したというんですか？君たちには学園の敷地からの退去を命じたはずですが、まだ何か用でも？ああ、いえ。ウィハルさん、まだサンプルは必要そう？学園の敷地内でのサンプルは今まで集めた分で足りると思います。そっか、じゃあ今この人と揉める必要はなさそうね。とりあえず学園内に用はないわ。素直に退散しましょう。わかりました。すぐに出ていきます。当たり前でしょう。出なければアンチスキルを呼ぶだけです。みんな行こうよ。失礼しました。完全に締め出されてしまいましたわね。
次こそアンチスキルを呼ぶぞって顔してましたもんね。でも学園の敷地内のサンプルは十分集まりましたから、ちょうどキリもいいですし、サンプルを支部のサーバーに送っちゃいますね。その端末でできないの？サンプルの比較検討はマシンパワーがいるんです。この端末でちまちまやるよりも支部のサーバーで一気に処理した方がいいかなって。なるほど、よくわかんないけどそっちはウイハルに任せた。結果が出るまでもうちょっと待ってくださいね。うむうむ、着々と確信に近づいてるって感じがするね。お、そうだ、こういうのをまとめて夏休みの自由研究にしたらウケるかも。やめておいた方がいいと思いますの。え、どうしてですか？今回は私たちもスレスレのラインを渡ってきてるからね。コードレット下で学館を越えたりしたでしょ。長天井気学園に無断で侵入した件については絶対に怒られると思いますよ。むしろそういう部分が面白いと私は思うんですけどね。だいたい犯罪捜査のノウハウなんてテーマはおよそ中学生らしくありませんわ。大人たちへの受けもよろしくないのでは。確かにね、自由研究ならひまわりの成長あたりが無難だと思うけどね。犯人も捕まえて自由研究もできたら一石二鳥だと思ったんだけどな。結果が返ってきました。どんな感じ？今まで収集したサンプルからするとやっぱり犯人がいたのは学園の敷地の外のようです。だったら学園に戻らなくても良さそうね。大体の方角は特定できたので、あとは距離を測りながらサンプルを取りたい感じですね。それでかなりポイントが絞れると思います。それじゃその方角に向かって歩きながらサンプルを集めていきましょう。うおー、科学捜査って感じですよ。盛り上がってきたな。そうですね、ここからこの道をハッチに向かいつつサンプルを比較しながら。おい、サイトはどこ行った？どうせまたあの人が何かしでかしたんでしょ。まったく本当に役立たずね。悪いことが起こると大体あの人の影がちらつくのよ。出せよ、斎藤の野郎を引きずり出してこい。びっくりしました。またやってるみたいですね。ああ、保護者の抗議活動ね。何度も何度も、よく抗議のネタが尽きないわね。こうなってくると私たちを追い出した守衛さんもかわいそうに見えてきますわ。いい年して何をはしゃいでいるのよあいつら。自分の子供の授業参観を放り出して一体何をしに来たのやら。どうしますの？止めますか？私たちが出しゃばってどうこうってものでもない気がするのよね。一度追っ払ったところでどうせ何度でも文句をつけに来るんでしょうし。ですから斉藤先生がどこにいるかは私たちも知らされてはいないんです。そんなこと言って、お前まさかあんな奴をかばってるのか。いえそんな。あくまで斉藤はいないって言い張るのね。だったらあの人の代わりが必要だわ。代わりと申しますと？私たち有識者の貴重な貴重なご意見全部あなたが対応してくれるのね。それでいいのね？今すぐ答えなさい。困ります。だったら今すぐ斉藤をここへ呼んでこい。髪の毛掴んででも連れてくるんだよ。斉藤先生か。保護者と何か揉めたのかしら。ここに来てから何度か見かけてますけど、ああいうのって怖いですね。自分が正しいと思い込んだら他人の事情なんて考えもせずにとことん突き進むみたいな。確かにね。それにしても
保護者をあそこまで怒らせるなんて。斎藤って人何をしたのかしら。見ていて気分がいいものじゃないわね。早く移動しましょう。美坂さん、データの比較結果が出ました。ほぼ場所を特定できています。うん、そこへ行ってみよう。あー、なんだか可愛い喫茶店ですね。お、無線 LAN がつながるそうですよ。放課後食べるのには最高の環境じゃないですか。ここに間違いありませんの？犯人がいたのは。はい、10メートルのグリッドオーダーでは特定できているんです。間違いありません。細かい測定ができれば、もっと狭い範囲で犯人が通話していた場所を特定できます。いらっしゃいませ。お客様は4名様ですか？ただいまご案内を。自分たちで選んでいいですか？え？あ、はい、どうぞ。あっちの席かな。こっちの席は壁で音が反射するから。なんかウェイトレスさん呆然としてるけど。ウィハルはスイッチが入ると周りが見えなくなってしまいますから。ここですよ。おそらく窓際の席。犯人はここから私たちへ通話してきたんです。こんなピンポイントでわかるものなんだね。確かにうっすら効果の演奏が聞こえますわ。死神カキコ、ここに座って紅茶でも飲みながら、あのクソムカつく襲撃作戦を立てたのかしら。そしてこれ以上何をするつもり。あの、お客様、ご注文はどうなさいますか？私は。ねえウェイトレスさん、ちょっとお話を聞かせてもらえる？ここって長天上記学園から近いってことは、やっぱりそこの生徒がたくさん利用しているのよね。はあ。いきなり過ぎたかな。見ず知らずの他人に客の情報をペラペラ喋ったりはしないか。美坂さん、こういう時はまず共通の話題からですよ。共通の話題って言われても、今まで聞いた話で長天上記学園と関係ありそうなのは斎藤先生って名前くらいしか。斎藤さん？あなたたち斎藤さんとどんな関係なんですか？え？関係って言われても。いえ、待ってください。長天上記学園の生徒じゃないですよね。制服が違いますし、斎藤さんの昔の教え子にしては年齢が若いですかね。だとすると。待って、それ以上言わないでください。まだ私の推理中なんですから。この店に来たということは、でもそう仮定すると、あなたたちは斎藤さんを探している最中にこの店へ来たでしたよね。いえ、あの、ひょっとして何か相談事があって斎藤さんを探しているんじゃありません？でも残念、斎藤さんはここしばらくお店に来てないんですよ。ここでもよく山積みの書類とにらめっこしてたし、お仕事が忙しいのかもしれないけど、うちの店に来ていない期間の斎藤さんのアリバイは私では証明できないんです。アリバイですか。どうして斎藤さんがうちの店に来なくなったのか、あなたたちはどう思います？どうって、そんなのわからないわよ。推理ですよ、推理。あなたたちの推理を聞かせてください。この人推理小説マニアなのかしら。美坂さん、逆に質問されちゃってますけど。おっと、いけないいけない。
っかりペースに引き込まれそうになってた。ごめんなさい、斉藤先生のことは私たち何も知らないの。あら、そうなんですか。私の推理また外れちゃったか。よかったら他のことについても聞きたいんだけど。なるほど、どこに事件の鍵が隠れているか分かりませんものね。一見事件とは関係なさそうなことも見逃さない名探偵はそうでなくっちゃ。そうね。で、何を知りたいんです？普段この席を使っている常連さんっているのかしら。それ藍園ちゃんのことですね。藍園ちゃん？ええ、藍園ちゃんは斉藤さんの教え子です。この席はその藍園さんとやらがよく利用しているんですの？そうです、藍園ちゃんの指定席なんですよ。といっても以前は斉藤さんと二人で利用することが多かったんですけどね。でも最近はずっと一人ぼっちなんですよ。藍園ちゃんきっと斉藤さんのこと待ってるんです。さっきも言ってたけど、斉藤先生は最近この店に来てないの？そうですね、梅雨に入ったくらいからぱったりと来なくなっちゃいましたね。うん。その藍園ちゃんの方は？藍園ちゃんは時々来てくれてたんですけど、あ、昨日もそこに座ってました。でもその席でじっと考え込んでたり、ずっと電話をしてたりですね。電話ですか？ええ、藍園ちゃんに斉藤先生か。容疑者は二人、でも犯人の声は少女のものでしたわ。その藍園って人が怪しそうですね。その藍園さんと斉藤先生の連絡先は分かりますか？さすがにそこまでは。要予約ってほど格式高いお店に見えます？それにしてもあなたたちなかなか鋭いですね。鋭い？何がですの？あなたたち斉藤さんを探してるんでしょ？だったら藍園ちゃんに聞くのが早いですもんね。いや、私たちは別に斉藤先生のことを探してるわけじゃ。それにしても斉藤さんどうして最近顔を見せないんでしょう？さあ、もしや誰かの陰謀？誰かがうちの店に関する悪い噂を流しているのかも。そういえば近くにある空き地、あそこに新しい喫茶店ができるとしたら、うちの店の評判を落としてお客さんを横取りしようとしてるって推理はどうでしょう？あのお話は十分聞かせてもらったわ、ありがとう。あら、もういいんですか？推理を重ねる余地はあると思いますけど。とっても参考になったわ。少し私たちで考えてみるから。そうですか、それじゃあ失礼しますね。注文が決まったらお呼びください。ああ、水だけでもいいですよ。マスターには内緒ですけど、あなたたちみたいに趣味が合うお客さんはお話ししてるだけで楽しいですからね。なんだかすごい人でしたね。私もおしゃべりな方だと思ってましたけど、上には上がいるもんです。ああいうのをマシンガントークって言うんですかね。それにしてもここに来て気になる情報がたくさん聞けたわね。この店を突き止めたウイハルさんのお手柄だわ。いえ、そんな、どっちかっていうとあのウェイトレスさんのお手柄なような。そんなことないって。と言っても現状では情報というより、あのウェイトレスさんのおしゃべりでしかありませんわ。そうね、だからそのおしゃべりの裏を取るのよ。とりあえず一度この店を出ましょうか。これまでに聞いた話について気になったものがあれば、
それについて調べてみましょう。